上がりから車を前に上げていく。7番の藤本を抑え込みました。9番の三浦、8番の高橋がその2番手の位置を狙うような動きを見せています。2番の佐藤と並走しているのは8番の高橋。一旦下がった7番の藤本は現在6番手あたりに抜け出したか。残りが1周です。9番の三浦の先行、後ろはごちゃついていますが、8番高橋取り切った。その後ろもさらにもつれるような感じですが、内側に7番藤本、外に6番の今井という体勢、7番の藤本も下がっていく。9番の三浦の後ろには8番高橋、横まで3番今村自力のまくり、4コーナーから直線、9番の三浦が先頭、外から3番今村が抜け出したか。3番の今村敏夫抜け出した。